はい、ボカロライブレポです。うん、ベース花江ちゃん、ボーカル吉谷くん、リオちゃん、あ、どっか消えたドラムカジオくん、ギターがガクくん、ガクくんだけがデビュー戦初ライブですね。初ライブか、なんかもう上手いし、もうなんか仲いいからだいぶいる気でいるけど、7弦ギターのガク初心者サークルや言うてんのに体験レッスンに7弦ギター持ってくる初心者の子はギターが6本かどうかも知らないけど、7弦ギターがあることも知らないからねあー、吉谷くんがいいな歌がうまい。まずやっぱ声が大きくてハキハキしてるのがね、まず歌がうまい第一歩目なんですよ、うん、もちろんテクニックでわざとそのハキハキ歌わないとか声小さく歌うのもあるんだけど、やっぱ基本やっぱ声大きくないとね、歌は上手くならない、うん、相当ポテンシャル高いな。あ、マイク持ってないその右手をなんかこう使えるとねよりいいけどね。歌自体は本当相当いいので、おギターがうまいポリリズムね。例えば、あ、表情もいいよ吉谷君はね。声と表情だけで楽しいっていうよりもそれでもいいんだけど、楽しいっていう方がなんかより伝わってくる。そのルックスの良さと歌のうまさをより大きく見せることができる、うん、表現、ね、花江ちゃんはまあ金髪が似合ってて可愛いっていうのと、ああやっぱそういう細かいアクションもね、バンド経験者という感じです。スラップも頑張ったねうん、ラジオくんはまあそうね、ドラム今何回目、あれもうなんかカジオくんもよう来るから何回目かわからなかった。新人限定1回出て2回目ってことはない、3回目ぐらいかな。最後ら辺に言ったその振りを大きくっていうやつね、まあ、今回で言うと僕とか大輝くんとかナオキングもいたか、みんな振りが大きいでしょ。あれ別にその最小限本当はこんだけやればなるものをわざとやってんのは無駄な動きなわけじゃなくて、これねできるようにならんとわからないんだけど、大きく振ることでね余裕も生まれるし、音も良くなるし可能性も広がる。これ本当できるようにならんとわからんのね、うん、まだまだそのこの辺だけで振ってる感じがして、うん、まあこれからもっともっと慣れてくるとね うまい。あ、そうか、動員がゼロか、ここは。そうか、動員ポイントはゼロなんですが、演奏はまあまあ高いぞ。なんかあ、ちなみにこの中にね東大生が2人います。偏差値高バンドですね。カジオくんの練習とか普段見てるとね、やっぱ頭のいい人の練習だなと思うとこがあって、要所要所ポイントをやっぱ抑えるのがうまいというか、あとカジオくんはいつも練習もね3時間来ないですよ。いつも1時間だけとか、今日は4時から5時でとか、今日は5時から6時でとか、1時間ガッと集中してやってっていう、なんか頭のいい人の練習の仕方やなっていう。3時間ダラ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 やるよりも1時間ガッとやった方が絶対いいからね。なんか自分の中でその自分の脳にこのフレーズを定着させるにはこれくらいの時間 これくらい集中してってのが多分自分の中で分かってる、うん、あ、この出てき方が、あ、なるほど
ちょっとこれについて触れとこうかな。まあその曲を演奏するだけじゃなく、なんか仕掛け、ね、登場シーンだったりとかを考えたことは素晴らしいです。それを評価した上で、動員がゼロの人が考えそうな仕掛けだなっていう感じがする、もっと具体的に言った方がいいな。要は誰向けでもないだなっていう、そのこの5人で集まって考えたことをやってるんだなっていう、それがいい悪いじゃないよ、誰にも向かってない考え方だなっていうね。例えばじゃあ僕もじゃあ現役時代に、まあ自分たちのバンドでワンマンライブとか何回もやったんですけど、ワンマンってことはその自分たちのお客さんだけじゃないですか。で例えば今回のお客さんは女の子が多いから、女性に人気のある曲、例えばしっとり系のバラードとかを多めにやろうかっていう話し合いがもちろん行われるし、今回は男が多いからちょっと熱い叫べる盛り上がる系のやつで固めていこうかとか、お客さんによってやることもちろん変わるんですよ。当たり前だけど、極端なこと言うと、例えばじゃあ老人ホームでライブやるんなら、ご年配の方が聞きやすいようなゆったりしたテンポで、暴れるとか盛り上がるじゃなく、まあのんびり聴けるような曲を選ぶだろうし、そういう視点を持ってない人が考える仕掛けだなという印象を受けました、ただね、その途中で別にそれが悪いとも思ってないみたいな、いいも悪いもないっていう言い方をしたんだけど、なんでかっていうと、別にあのフォローしてあげてるわけじゃなくて、やっぱ音楽もその段階があるというか、例えばカジオ君と吉谷君なんか、有吉ちゃんもか、前回有吉ちゃん別に歌ったか、新人限定バンドとかで最初出て、最初の時ってさ、とりあえず一回ライブっていうものやってみたい、バンドというものを経験してみたいって感じで入るじゃん、バンドに。でまあ曲演奏してみて、あこんな感じなんだ、大きい音で気持ちいいなとか、仲間と一緒で楽しいなとか、人が見てくれて嬉しいなとか、緊張するなとか、いろんなことを感じたと思うんですよ。でそこを経験して、まあそこに飽きてきたら、じゃあ次はもっと難しいフレーズを弾いてすごいと思われたいとか、なんだろう、メンバーでなんかお客さんを煽ったりとかしてみたいなっていう段階もあるじゃん。僕も全部経験してきた、通ってきたからね、わかるんだけど、でそれにも飽きてくると、お客さん増やしたいなとか、音家族でバンドやらせていただく、でお客さん増えてきたら今度はちゃんとお客さんに喜んでほしいな、ちゃんと俺たちのライブを見て良かったと思ってほしい、また次も来てほしいと、私がちょっと、っていう段階もあり、でさらに行くと、そのもっとお金を稼ぎたいから、もっと動員を増やしたいとか、もっと有名になりたいでもいいし、でまあそれでは食っていけるようになったりとか、リッチになったりとか、そのね、どん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 その欲求のレベルが上がっていくじゃないですか。だからまあこれくらいの今のその初心者の子らにね、その動員なんてものは多分だいぶ先の欲求だから、まだそんな欲求自体がないと思うんですよ、だから全然その僕もそういう時期があったし、ボーカロイドっていうなんか機械が歌う曲とかご存知の方も知らないで、まあこのメンバーみんな演奏もうまいし頭もいいと思うんで、あの
僕の仕事はやっぱり皆さんのその成長とかを加速させることだと思ってるんで、うん、皆さんが徒歩で歩いてるとこに原付を貸してあげるこれ乗ったら早いよみたいな、うん、っていう加速させてあげたいので、一個だけちょっとねこういう言い方をしてみるんだけど、うーん、あ、この前に一個、吉谷くんのギターのあのね、だいぶ頑張ったな前回より、おう、なんかアルペジオのやつもなんか一緒だったよな、全部ダウンで弾いたりとか、左手の握り方もちょっとなんか不自然だったりとか、そのまだね音楽の基礎、ギターの基礎が分かってない、レッスンにも吉谷君全然来ないので、何もギターのことを知らない人が無理やり自力で弾いてる感じがして、なんかそういう合理的な弾き方とか正しいフォームとかを覚えていくと、まあより上手くなるんだけど、例えばちょっとこれごめん例に出して悪いんだけど、吉谷君のことではなくて全員のことなんだけど、例えばね、じゃあ僕がレッスン生の方にこういう基礎練をやってくださいって渡すじゃないですか。でその基礎練は、基礎練って別にその楽しいもんじゃないから、その基礎練をその子が、いや私はあの趣味で楽しみたいだけなんでこういう練習はしたくないですって言うかもしれない。ただ僕としては、いやそんなにまだあんま弾けなくて楽しくなくないですかって思っちゃう。もっと弾ける方が楽しいよっていう、このためにはこの練習がいるんだよっていう理屈で僕は言ってるわけですよね。もちろんその人が趣味で楽しみたいだけなのは分かってる、だからこそ楽しませてあげたいからこの練習って渡してんだけど、同じものを別の理由で断ってくる人が、まあ、いたりするわけですね、うん、楽器はうまく弾けるから楽しいんじゃない多分ね、うん、それと一緒で動員もそうなんですよ。今回このメンバー誰もその動員の意識がなくて、それ自体は本当別に何とも思ってないんだけど、シンプルにじゃあ動員がめちゃめちゃ多いのとゼロなのどっちが楽しいって聞かれたら、絶対多い方が楽しいじゃないですか。だから言ってるって感じだ、うん、まだそのこのメンバーがその段階にいないと思うんだよ。その欲求のレベルが、楽器を弾けて楽しい、みんなと合わせて楽しい、ライブってものに出てみて楽しいっていう欲求レベル、そこにまあ満足する、あるいは飽きる、うん、と次の欲求が見えてくるよね、うん、だからあの不思議なのが、俺あの世の中の他のバンドマンとかでさ、30になっても40になってもずっとさ動員ゼロとかで知り合い呼ぶだけでライブハウスとかでやってるやつとかいるでしょすげえなと思う。逆にまだそこが楽しいんだっていう、え一生それを楽しめるの君はって、なんて燃費のいい人なんだ僕は早い段階でそこに飽きたから、うん、最初はもちろんね、その自分の手から自分のギターから好きな曲のあのフレーズがの音がすることがすげえ嬉しかった。そのレベルでいいじゃん最初はね。でそのうちだんだんもっと上手く弾きたいとか、もっといろんな曲弾きたいという欲求になってくる。でそれできたら次はバンド組んで仲間とやってみたいとか、大きい音で合わせて気持ちがいいとか、で次はライブ出てみようとかね、だん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 欲求のレベルが上がっていくでしょ。次は何をしてんだうん、そうそう、いや世の中のそのずっと知り合いだけ呼んでやってる人だってすごい、なんか子供がおもちゃで遊ぶじゃん、でも大人になったらおもちゃで遊ばなくなるじゃん。それはおもちゃで遊ぶことに飽きるというかさ、うん、
おもちゃで遊ぶのが悪いこととは全然思ってないわけじゃん、うん、でももう俺それいっぱいやったからもう飽きたっていう、で次はじゃあスポーツやってみようかなとか、次は仕事頑張ろうかなとか、子育て頑張ろうかなとか、そのね年齢によってレベルも上がっていくはずなのに、欲求のレベルがね、ずっと大人になってもずっとおもちゃでブーンって遊んでるような風に見えちゃう。そこらのバンドマン見てるとね、いつまでそれが楽しいんだろうかっていう、いいことかもしんないけどね、うん、うん、演奏とは何言ったっけ、演奏7ぐらいが、パフォーマンスがあれじゃない、その全員でこう決め事みたいなのが特になさそうかな。あ、なんかでも途中にあった気がするな、なんか宇宙人的なやつ、うん、あのそうそう、全員でこういう仕掛けをしようぜと話し合ったり決めたことはとても評価してますが、まあ、まだそのね誰か向けじゃない、自分たちだけで考えた目線がまだ外向いてないという意味で、まあまあパフォーマンス点は4点ぐらいかな。おう、あー楽うまい、楽くんは次はあのまた新人限定バンド手伝ってくれるみたいで、ありがとうございます。僕の中では音家族のトップギタリストなんやけどLINE で新人限定入りたいですけど、ほんまかいなと思って嘘やろとありがとう、頼もしく思ってます。そうそう、あのシンプルに演奏は上手い方が面白い、楽しいし、動員も多い方が楽しいのはもう間違いなく共通認識だと思うんで、まあそこを求めるとこまで来るかどうかですよね、ある種、うん、僕はみんなそこに来ると思ってたんだけど、意外と世の中のバンドマン見てるとそうじゃない人がいっぱいいるからな、うん、かといってね、今の僕がその音楽始めたばっかの方のその今の欲求をね、レベルが低いだとかダメだとか言う気はもちろん全くない。僕もそうだったわけだからね、うん、我々は宇宙人だ、はい、それは何だ、我々は宇宙人だ、地球人だ、じゃあそろそろあのもっと早くやる、あーってこの喉仏をこう叩いてちょっと痛いけど揺らしてその揺れてねえじゃん地球人だもん、次で、あ、次に、あ、違う、ここまで、もう花江ちゃんの可愛さでごまかしてるけど、できてはねえからな、私たちの星の曲をやる、そこでお前らにお願いがある、まず手をこうしてください、それを上下に動かすのだ、はい、うまいね、うん、はい、分かったな、なんか次の曲のサビでやれ、うん、可愛さでごまかしてるけどそのキャラがそう定まってない今のもそのこれをやれって言っといていきなりおいおいってまた別の動きから始まるっていう、なんかちょっとおかしさをね、いやまあサビとかでやるんだろうけど、
これも今りょうちゃんがこうやってるのは、あ、今ここでやるんかなみたいな、うん、サビでやるなら分かりやすくその提示してあげる、さっきのやつここでやりますよということを事前に伝えれるといいですね。あ、来た、あ、いいじゃん、お、花江ちゃんがストラップ中です。あ、吉谷君のネクタイが前に出てきたんだこれ僕も分かります、あの僕も現役時代の実はバンドがあの白シャツ黒ネクタイみたいな結構パリッとした感じの衣装が多かったので、ネクタイ前に出てくるよな、ギターのうっとうしいの何回も買ってしまってやるんだけど、これね、あのネクタイピンであのシャツと一緒に留めるよ、うん、そう、こうやってやらないかな、のシャツにくっつけとくというか、そうそう、花江ちゃんみたいにその完璧にネクタイがこうベースの下まで行くような例えば身長とかであればいいんだけど、あの楽器の高さとか吉谷君の身長と楽器の持つ低さだとね、ちょうどこれがペローンって出てきちゃう。さっきのちゃうやん どういうことこれはここからね、はいはいはい、サビはそうなんだろうけど、なるほどなるほど、例えば最後の曲でみんなにこれをやってもらおうがテーマのバンドなんであれば、もうそこに特化してどうやったらこれが分かりやすいんやと、うん、そんなもんかな、うん、まあ、動員こそゼロだったものの演奏点は高いよね、7点、パフォーマンス4点、うん、おう、トップバッターでしたが、うん、盛り上げてくれました。また欲求のレベルが上がっていくのをね、僕は楽しみに待ってます。